今私たちはどこにいますか、これ。今はキッチンにいます。そう、今ここはズンモリの本社のオフィスなんですけど、はい、ここは6階なんですよ、はい、でここにはあのズンモリのねキッチンがあるので、まあ、食堂なんですね、うん、なので今日はあの皆さんにあのキッチンとか台所で使うあの日用品ですね、はい、毎日使うものの言葉を、紹介していきたいと思います。はい、早速行きましょう。はい、皆さんじゃあ今から、行きましょうね、一緒に。先生、これは日本語で何と言うか。あ、それですか、このこれですよね。はい、これは日本語で電子レンジと言います、はい、電子レンジ、皆さんこの言葉は知ってますか。皆さんこれよく使いますかね。りんちゃんどうですか、これズンモリでよく使えますか。使う、これ。はい、毎日使っています。あ、毎日使ってる。あ、そうかそうか。私はねあまり使わないんだけど、あのズンモリは、社員数がとても多いです。このオフィスには今85人かな、うん、85人ぐらいが毎日出勤してます。で、お昼ご飯を食べるときはみんなここに集まるんですよ、ここ。なのでめちゃくちゃあの人が多くなるので、あの電子レンジもね 1,2,3,4,5 台あるんですよ、5台。ちょっと多すぎかなって思ったんですけど、まあそれがいいですね、はい、あの毎日ね皆さんとても助かってます。じゃあ、にん先生、次に行きましょう。はい。はい。皆さん、これは何でしょうか、これ。これもね、毎日の生活でよく使うと思うんですけど。え、でもにん先生、これベトナム語だと何なんですか？ベットゥです。ベットゥ。そうそう、ベットゥ。はい。それ、ちょっとベトナム語調べたんですけど、ベッカムウンじゃない、うんうん、かな、そうそう。はい。これは日本語で、ね、たくさん言い方があるんです。あの、正しい名前はちょっと難しいです。正しい名前は、電磁調理器。と言います。電磁調理器、はい、ちょっと難しいんですけど、でも日本にいる日本人の人がよく言うのは IH です。 IH、はい、英語で IH ですね。 IH、まあ、あの日本の人はそう呼んでます、はい、私の IH 壊れちゃったとかそんな感じで。じゃあ任先生、次です。これも毎日使うものですけど、ここは何と言いますか。これベトナム語だったらボンゾバですね。皆さん知ってますか？ボンゾバだ。はい。これ日本語だと何て言いますか、皆さん。日本に住んでる人は知ってるかもしれないですね。日本に住んでる人いますか？これ、ここ、お皿を洗うとこですね。これは何て言うんですか、日本語で。洗面所ですか？洗面所はね、ちょっとだけ違うんですよ。洗面所は何を洗うとこですか、林先生。顔を洗う。そう。そうです、にん先生。洗面所はあの顔をね洗うとこです。そうそう、あ、ここにあるんですね、実は。ちょっと見せましょうか。関係ないけど、はい、見えますか。はい、電気ある。ここね、まあ、手とかあの顔を洗うとこですね。これが洗面所です。ちょっとだけ違います。で、顔とか手じゃなくて、あのお皿ね、お皿とかコップとかを洗うとこ、これはシンクと言います。カタカナです。シンク、シンク。シンクは英語から来た言葉です。でもね、日本語はもう一つ名前があって、流し場とか、流し台とか、まあ、そういう言い方もしてます。知ってましたか？シンク、そうですね。そうそうそう。まあ、シンクっていう方が多いかな。はい。これね、お、すごくいいですね、これ。あの、すごく洗うことができます。いいですね、はい。私はよくこれを、使いますよ。はい。次は、あ、ここにもありますね。紹介していきましょう。これなんだこれ。何に使うんですか、これは。お皿とかコップを洗うときに使いますね。そうですね。お皿とかコップ洗うときに、まあ、少しだけつけて使っていくんですけど、これは日本語で何と言うでしょうか。はい。クワンさん、ありがとうございます。クワンさん、これは洗剤ですね。洗剤。はい。タオさんと、トゥイチャンさんかな。そうそう。洗剤です。はい。もう少し詳しく言うと、食器用洗剤と言います。はい、まあ、別に食器ですよ、まあ、食器用洗剤。知らないかもしれないですね。はい、食器というのは、まあ、あのお茶碗とかコップとかをまとめた言い方です。まとめた言い方。はい。はい、まあ、これね、これ、まあ、お弁当とか、まあ、あのこれね、お茶碗とかコップとかお皿とか、これをみんな合わせて、まあ、食器って言うんですけど、食器。それを洗うための洗剤だから食器用洗剤です。はい。じゃあ皆さん
服を洗う時の洗剤は何ですか？うん、これはボートザッ、ヌークザッコンアワ。あ、そうそう、それは洗濯ですよね。はい。だからその時の洗剤は、洗濯用洗剤と言います。そう、まあ詳しい名前がね、ちょっとね、あるんですね。はい、オッケーオッケー。皆さん、ここにね、こんなものもありますよ、これ。これこれ。これ何ですか、これ。多分難しいかな。これまあ知ってたらすごいね。はい、はい、まあ日本に長く住んでる人かなと思うんですけど、これ知ってる人いますか？これはね、ちょっとあのフライパンとか鍋とかちょっと硬いものをね、洗うときに使いますね。これはね、知ってる人いる？あ、一人います。たわしと言ってくれました。あ、そうです。確かにそうです。たわし合ってます。ザオさんかな？ファンザンザオさん、アミ。あー、オッケーオッケー。これが網です。網。はい。でもね、これはね、たわし、金属たわしと言います。金属って何でしょう？金属。金属ラサ、ラキムロアイ。キムロアイ、そうです。はい、キムロアイ、まあ。アルミとか鉄とかね。はい。これ金属たわしです。まあちょっとあの硬いものをね、強く洗いたいときに、使いますよ。はい。で、これね、これもよく使いますね。はい。これは、洗濯ネット。ネット。まあ、網でもいいです。はい。でもね、よく洗濯ネットと言います。これは、ベトナムだったらね、こんな感じでどの家でもあると思います。もちろん、ズモリにもあります。これも紹介しましょう。これ。これはいつ使うんですか？野菜切りますか？そうですね。野菜を切るときに使います。そうそう。でもこうじゃないですね。あの、野菜を上に置いて、はい、で、まあ、包丁で。切っていきますよね。これは何て言うんでしょうか。ね、これニー先生がいます。ニー先生もね、ライブしてくれてます。Facebook で。板。あ、そうですね。プイちゃんさん、板。板なんですけど、どんな板なんですか。これはね、皆さん、まな板です。まな板。はい。まな板と言います。これどうかな。これいつ使えますか。ご飯をね、そうときに使えます。ね。これ何でしょうか。よいしょ。ちょっとこの人名前が私読めないんだけどこれはお玉。ああ、お玉はね、ちょっと違い、お玉はここにないね、ごめんね。お玉はね、あのスープとかを、スープとかをあの吸う時に使うんですよ、すくう時に。はい、これはね、これはしゃもじです。ご飯をね、吸う時に使いますよ。はい、皆さん、お茶碗はわかるでしょ。お茶碗、お茶碗はご飯を入れるのに使いますよね。でもね、これはどうかな。お茶碗とよく似てます。お茶碗とよく似てますけど、ちょっと大きいんですよ、うん、これはなんて言うんでしょうかね。あのね、ラーメンとか、カツ丼とか牛丼とかね、作った時にこれよく使うんですよ。あ、そうそうそう、トイちゃんさん、どんぶり。デッキさん、どんぶり、ありがとうございます。これはね、どんぶりです。大きいお茶碗ですね。はい。có một bạn hỏi là thầy phân biệt giúp em giữa donburi và chawan. Chawan. はい。あ、はい。さっき、ちょっと言ったんですけど、茶碗は、白いご飯を入れるときに使います。だから小さいですね。ここにあるかな。ごめんね、今ちょっとここにないね。ごめん。でもね、お茶碗は小さいです。これぐらいです。でも donburi はもっとすごく大きいです。あ、ここですね。ごめんね。ちょっと待ってね。これがある。これこれこれ見てください。普通のお茶碗より大きいでしょ。あのラーメンとか、まあ、カツ丼とかね、そういったちょっとたくさん食べるときに使うものなんですけど、大きいやつを丼と言います。はい、はい、皆さん、あの気をつけてくださいね。皆さん、これは何ですか。これあのジュースとかね、コーヒー飲むときにいつも使うと思うんですけど、これは日本に住んでる人わかりますか。これわかる。これベトナム語は？オンホーラ。オンホ？そう、オンホー。私知らなかったベトナム語。これ日本語はね、ストローです。ストロー。ストロー。はい。ストロー。カタカナで書きます。カタカナ。うん、じゃあこれは？これこれこれ。ベトナムと日本でちょっと違いますね。これは。はい。先生はベトナムに来てびっくりしました。え、これガラスでしょ？金？かね、ランバン、金な。そう。トゥイティン。トゥイティンな。そう、ガラスですね。そう。日本ではガラスじゃないです。あの、そう。
割れちゃうから。あ、そうそうそう、プラスチック、プラスチック、そう、日本ではね、あのプラスチックです、こういうこれね、はい。でも皆さんこれなんて言うんですか。毎日会社にお昼ご飯とか夜ご飯を持っていくときに使うでしょ、これはね。あ、テヨさんありがとうございます。弁当箱、そうそう、お弁当箱とよく言いますね、お弁当箱。はい、これ犯罪かな、そう、罪法、罪案、罪案、はい、あ、罪案で、これ食べたらダメですよ、ね、これ皆さん罪案、日本語でなんて言うんですかこれ。え、3人ともこれ5番組チャロニューマ番組でチャロカッニョモグラティッシュ、モグラテイシュはテッシュは、あ、ティッシュ、最近だろ面白いですねモグラチャロカッニョロ、ハンカチや、ハンカチのなんかや、簡単や、モグラ、簡単、簡単、簡単、そう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 、日本人はね、いつもね、ハンカチを持ってます。でもベトナム人ってハンカチあまり持ってないですよね。そうそうそう、習慣がないかな、うんうん、あ、そうかそうか、はい、先生はいつも持ってるんですけど、はい、ありがとうございます。これはね、ティッシュです。ティッシュ、ティッ、で、ちゅと小さい、いいですと小さい、つ、ティッシュ、ティッシュね、はい。これも紹介したいと思います。あ、これか、はい、これはね、日本語知ってる人ちょっと少ないと思いますよ。これ、これなんで、なんでしょう、これ。これはね、今作ったご飯を巻くときに使えますね。巻いて冷蔵庫に置くときに使えます。まあ、もっと長い間おいしくしておくためね、はい。ラップ、そうです、これラップです。食器用ラップ、ラップ、これがなかったらご飯がすぐにおいしくなくなっちゃいますね、はい。あとね、あれもちょっと紹介したいな、先生が大好きなものです。皆さん知ってますか。あ、知らないと思いますけど、私はベトナムのコーヒーがすごく好きなんです、はい。もうベトナムに来た理由の一つはコーヒーです、はい、コーヒー大好き、ね、コーヒーが好きなので私は毎日これをね使います、はい。これね、日本ではこれはないです、はい、フィンカフェですね、はい、フィンカフェ、日本ではこれですね、これ、これに紙を入れて使います。紙、ここにあるかな。あ、ありました、ありました。これはね、カムさんといううちの社員のものです。カムさんごめんね、ちょっと使いますね。はい、日本人はね、この紙、この紙はロシと言います。ロシっていう名前のちょっと紙があるんですけど、これを、見えるかな、ここに入れて、で、コーヒーの粉とか、お湯をね、入れます。はい。まあでもベトナムの人はこれ使いますね。はい。これとか、これとか、これ。これね、日本語では何て言うのかな、これ。フィンカフェ。はい。日本語ではね、コーヒーフィルター。そう。フィン、日本語はね、フィルターです。フィルター。フィルターと言います。コーヒーフィルター。全部カタカナですね。これも英語から来た言葉です。外国から来た言葉は全部カタカナで書きますから。ね。気をつけてください。お、リーちゃん先生、ベトナムのコーヒーはどう思うでしょうか。コーヒーです。はい、こっちもコーヒー。はい、先生はベトナムのコーヒーはめっちゃ好きです。はい、もう日本に帰りたくないです。美味しいから。先生はね、ハイランドコーヒーもよく行きますけど、ライカコーヒーが好きですね。あとコカフェも好きです。リ、うん、ちゃんよくカフェ行きます？はい。なんかどこのカフェによく座りますか。ライカも大好き。あ、ライカ大好き、はい、あ、そうか、よかった、先生もライカ大好きなんです、はい。 OK、 今日はこんな感じかな、みんちゃん。 OK、 はい、皆さん、20分間本当に、お付き合いいただいてありがとうございました。またね、次の、月曜日かな、月曜日、また、はい、来週の月曜日、そう、来週の月曜日ね、また私とニン先生2人でライブしますので、はい、その時また会いましょうね。バイバイ、皆さんありがとうございました。 また来週、またね、はい、バイバイ。